い、皆さんこんにちは、西岡由志です。全日本選手権のドローが出ましたので、まあ、今回僕は出てないんですけどね、まあ、ドロー解説をしていきたいなと思います。まあ、今回は YouTube なり、あとはテニスオンラインかな、 JTA のやつで配信があるんで、まあ、無観客ということで、ちょっと皆さんそっちで、ぜひちょっと目を向けてもらって、まあ、見てほしいなと。まあ、せっかくの天皇杯なんで、はい、好きな選手なり新しい選手なりを見てほしいなというふうに思っております。第1シードが清水優太選手で、第2シードが関口周一選手で、第3シードが今井慎太郎選手、第4シードが、望月優輝選手ということで、まあ、比較的若いと思います。まあ、2人若いですね。優太と、望月の2人は、結構若いので、まあ、この辺りの、まあ、若手の、まあ、トップシードっていうのは、まあ、今まだ日本の男子テニスも、まあ、これからどんどん若い選手とかも出てきてほしいなって感じなので、非常に喜ばしいことかなと思います。まあ、まずはね、1回戦でちょっと面白そうなところを話したいなと思います。30日からですね、多分明日ですね、明日からの試合です。個人的にはまず最初の上杉海斗選手と近見翔平選手、まあ、この2人もともと大学確か別々で、慶応早稲田だったと思うんですけど、まあ、年齢はちょっと差があるんですけど、まあ海斗、まあ、同年代なんでちょっと海斗っていうんですけど、海斗からするとまあ別の大学の後輩に負けられないだろうっていうところはあると思いますね。まあ、今海斗はダブルスをメインで、遠征を回ってますけども、まあ、ちょっとね、なんか足首怪我したりとかして、ちょっとね、あの今年話した時はすごい残念なんだよねみたいな感じの話も聞いたんですけど、まあそこからしっかりとシングルで出れてるってことは怪我も治ってると思うので、まあ、やっぱ顔見知りのはずなんで、お互い大学の時とかも、まあ、個人的には同期なんで頑張ってほしいんですけど、まあ、ちなみに近見くんも僕小さい頃に、まあ、彼名古屋だったんで、愛知県だったんで、一回僕の地元のお父さんのクラブのニックインドアテニスカレッジっていうところまで来てもらって、練習したことあるんですよね、近見くんと。まあ小さい頃から知っているということもあって、まあ、ここは個人的に結構つながりが多いっていうところで面白いなっていうふうに思ってます。で、正直全日本はちょっと僕もわからない選手が結構いて、実業団の選手とかになってくるとちょっと僕も把握をしてない選手が正直いるので、1回戦とかはなんとなくわからない選手が結構いるっちゃいます。もう一個1回戦はちょっとまだ相手が予選上がりなんで出てないんですけど、まあ、注目したいところとしては、これなんて読む、原崎朝日、長陽くんやろ、俺長陽くんって言っとったよずっと。ちょっと調べよう。ほんまや、朝日くんでした、朝日くんでした。長陽くんって呼んでた、長陽くん本人に、確か俺長陽くんって言ってた気がするはい、じゃあ朝日くんでいきましょう。朝日くんはですね、今高校生かな、高3とかだと思うんですけど、高 2? 高 1? 高1ではないよ、高2になったの、うん、17歳の年はもと。一回プラスパワーカップっていう選手会主催でやったイベントがあるんですけど、それで出てもらった時に、まあ、同じチームで、まあ、同じ左利きとして結構いろいろアドバイスをくださいみたいな感じで話したことがあって、結構ね面白いテニスしてたんですよ。個人的にはすごい好きで、まあすごい貪欲に頑張ろうってする感じの子だったんで、まだ高校生がどれだけこの大人たちに立ち向かっていけるかっていう、こういう若い子が場を荒らしまくって、ある程度年上の選手たちに対してプレッシャーかけてほしいですね、僕は。なんでここは一つまだ相手は決まってないですけど、期待としてはすごいあるところですね、楽しみなところではあります。なので結果は正直期待したいなというふうに思ってます。はい、まあ、とりあえず1回戦はここぐらいですかね、僕がしっかりと分かるっていうところでいくと。で、まあ、2回戦以降で面白そうなところで言うと、やっぱり江原くんと、田島直樹の、まあ、2回戦、まあ、田島は結構ね僕の YouTube に出てもらってるんですけど、まだ20歳とか21歳で、若い選手ながらに、まあ、今第7シードということで、まあ、フランスも拠点にしていたりだったりとか、まあ、海外経験も豊富で、まあ、その中で江原くんは、まあ、全日本もチャンピオンですし、まあ、その
ベースで持ってる実力っていうのもあると思うので、と年齢差結構あると思うんですよね。正直 10ぐらいあるのかな、9ぐらいあるのかな、多分あると思うんですけど、まあ今はね田島の方が多分、まあ、まだ若いしツアーに入ってまだなんかガツガツして頑張ってると思うんですけど、そこのなんかフレッシュなメンタルと江原くんの持ってる、まあ、過去の成績とかがあるんで、その経験値っていう部分の、まあ、バトルかなっていう風に思ってます。個人的には勝ち上がりの予想なんですけど、これはマジで僕の勝手な偏見入ってるんであれなんですけど、まあ、誰が勝ち上がるんだろうってなった時に、先ほどまあちょっと連絡があった選手がおりまして、あのまあ俺が優勝するって言っといてって言った選手がいたんですけど、まあ、それは斉藤隆ですね。隆からあの大丈夫俺が優勝するって言ってたっていうのを YouTube で言ってくれって言われたんで隆は優勝する気でいるみたいですね。2回戦松井さんっていう当たりますけど、あいつは乗り越える予定でいるみたいです、まあ、強気なところはいいですね。今一緒にケイスケと遠征来てますけど、この3人はずっとちっちゃい頃から知ってるんで、あのまあ、つながりとしては正直あのめちゃくちゃ頑張ってほしいところではありますまだ多分たかしもベスト4が最高だと思うので、じゃあベスト4予想でいきたいと思うんですけど、まあ正直ここは硬いかなと思ってます。清水優太は、結構しっかりと勝ち上がれるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ何回か練習もしたことありますし、年齢まだ若いと思うんですよね。で、あのまあ背は何よりかわいそうなのは僕より小さいってことなんですけど、まあ、フットワークだったりとか、体の強さとかも結構あってがっちりしてるんで、まあテクニックの部分が一回練習した時は結構いろいろなんか気にしてる部分とかもあったんですけど、まあ、でもこれはかなり前なので、良くなってると思いますし、安定感さえ出てればチャンスあるかなというふうに思ってます。ちょっとここ読めないところが一個あって、望月勇気と山崎純平、あと望月勇気と白石くんの白石ひかるですね、まあ、この2人がベスト16で当たるんで、まあ、ここの対決若干荒れそうな気はします。まあ、なんなら全然白石くん勝ってもいいなって思うぐらいの、まあ、結構こんな感じになるかなって思いますね。ちょっと僕もそこまで白石くんのことを知ってるわけではないんですけど、結構硬いテニスするんで勝ち切るの、まあ、正直ちょっといい意味でめんどくさいなっていうふうに思います。なので望月くんがどれだけ安定してここを崩せるのかなっていうところの面白みは正直ありますね。はい、まあ、個人的にはここは望月くんが勝つのかなっていうふうに思っていて、まあ、そうなった時にまあ順平が僕は勝ち上がってほしいなって思ってます。はい、で斉藤隆と今井慎太郎くん、まあ、隆はもう優勝するって言ってるんで、まあ、どこまでも多分勝つ気でいると思うんですけど、結構タフだと思いますね今井くんに勝つの。まあ、ちょっと今の隆の現状そこまで詳しくはないんですけど、ここを勝ち切るのは結構難しいと思ってます。なんで勝ち切ったらすごいと思いますね今井くんに。でやっぱり問題としてはここのブロックとしてはやっぱ田島がどれだけ頑張れるかっていうところだと思います。はい、まあパワーはね正直日本人離れしたパワー持ってると思うんで、まあ、それをどれだけ活かせるかっていう感じですね。結構江原くんとかみたいに安定したプレーをされた時にどれだけそういうものをブレずに戦っていけるかっていうのが結構キーかなっていうふうに思ってて、まあ、高橋は優勝するって言ってましたけど、個人的見解でいくと、まあ、ここは、まあ、今井くんか田島が妥当なのかなっていうふうに思ってます。ただ江原くんがマジで全然田島を倒す可能性全然あるんで、ちょっとこの辺のところは荒れる気しますね。ちょっとその下最後のブロックですね、まあ、さっき名前に出した朝日くんがここから勝ち上がっていけばすごいいいなと思うんですけど、このブロックは僕は正直田沼がベスト4行くんじゃないかなって思ってます。っていうのも結構練習するんですよ田沼とか、高橋とか、まあ、同い年なんで一緒に練習したりするんですけど、田沼普通にポテンシャルめちゃめちゃあると思うんですよね。なんか毎回練習超うまいし、なんか練習しても結構しっかり点取られたりするんで、逆になんか なんであんま勝てないんだろうなってあまり思うんですけど、練習通りにプレーしていけば、田沼が順当に勝ち上がるかなって思ってます。ただまあその試合の中での気持ちのこういうブレだったりとかプレッシャーだったりっていうので、まあ多分試合でちょっと微妙になったりとかあると思うんですけど、なんで僕は朝日くんはなるべく田沼と試合できるところまで頑張ってほしいなと思ってて、
若手の勢いで、まあ、タヌマぶっ潰すぐらいでいってほしいなって思ってます。まあ、もちろんその2回戦1回戦勝って2回戦であの小野沢さんがいるんで勝てるっていう保証もちろんないんですけど、せっかくなんで、まあ、こういうあの高校生とかの勢いある子が下からの突き上げっていうものにちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思ってますね。まあ、ベスト4は、まあ、ちょっと予想でいくと清水優太、次のブロック山崎純平、次のブロック高橋ごめん今井慎太郎くん、最後のブロック田沼亮太、うるさいな始まったが、個人的予想になります。ライブ配信が見れるようになると思うので、ぜひオンラインで皆さん大会の方応援してください。僕もちょっとねまだパリなんで、パリから見たいなと思うんですけども、はい、ということで皆さんの予想もお待ちしております。いやお前の予想マジないわみたいな感じだったらぜひコメント欄に書いてください。まあ、このコロナ禍で行われるということで、まあ大変だとは思うんですけども、天皇杯が盛り上がることを、祈っております。選手の皆さん頑張ってください。そしてファンの方々応援をしてあげてください。ということで全日本ドロー解説でした。